肉でも、もう歯はかなり鋭いですから、普通のお肉であれば食べれるんですけど、さすがに骨まではまだ噛み砕く力ないので、それをお父さんの方が噛み砕いて食べやすくしたから子供が与えてる。でも全部を噛み砕いてしまうと子供がやっぱり力がつかないのである程度残している状態ですね。すごいね。遅いんだ。どうした？一生懸命食べてる。今落ちたこれ。あ、すごい。鶏のお腹の中ではまずこの黄身がたくさん出来上がる。でこれがだん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 大きくなってきて、この周りに白身が集まってきます。でその白身の外側に白い膜ができて、それが卵の殻となって生まれてきます。これが、時が経つとひよこになってくる。これです。